はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクでカオルさんですね。はい、モザイクね、通常購入ありがとうございます。よいしょ。まあ品としてはまあこのお値段だったら全然いいと思いますという、はい、店長の試験ですけど、よいしょ。でベースカードは寄付でということなんですけど、一応ルーキーはね、ボンマンのファーストも、はい、ルーキー喜んで出したので、ちゃんと入れますね。はい。で、あとこの辺は、はい、いつも通りお送りします。ちょっと昨日はいっぱいいっぱいだったんで、本当に。よいしょ。今日になりました。スロバキアか。はい。よいしょ。まあ、ルーキー送付しても、まあ、どのくらいだろうな。2、30枚ぐらいですよね。多分ね。はい。ルイーズさんと、こっちゃん。はい。あ、ステファンがね。ね。ステファネンコさん。あ、サカさんは入れておきます。ルーキーだから。ね。ここすごいね。サカ、オルモ、バクくん。ね。よいしょ。はい。ルーキー、シルバー。まあ会社としてはね、この間のね、クライノの寄付で。で、お礼状もちょっと制作して、あ、マレン君とウィント君、ルーキーですね。お礼状もちょっと作って、ご賛同いただいた皆様にちょっと郵送したいんですけど、ちょっと明日、明後日かな。ちょっと忙しくて。よいしょ。サインレで、はい。よいしょ。レでは、ホデンとジョーダン・ヘンダーソンさんを今まで見てます。はい。他はちょっとわかんない。せーの。お、ジョーダン・ヘンダーソンさん。ね。はい。そんなにいっぱい出ないですよ。うん。3ヶ月に1枚ぐらい。そのぐらいのペースです。まあいい選手でしょ。ね。店長が一番初めてサッカー扱い始めた頃ですかね。トップスさんのプレミアゴールドの時ですけど、ジョーダン・ヘンダーソンさんが、もう次のブレイクする選手みたいな感じでお客さんを説明していただいて、あ、そんなすごい選手なんですかって言ったら、なんかちょっと怪我しちゃって、今に至るみたいな。でも、すごいいい選手ですよね。はい。素質がそのままね、生かされてる感じ。はい。うん。トニクロスか。あと2パックです。パラレルがまだ来てないですね。シリアルね。猫くん。デヨング、お、ファティだ。はい、ファティはどうですか。ちょっと一回なんか怪我しちゃってみたいな話まではですけど、なんかガビが活躍してるからみたいな。でトラオレ君戻ってきたんだっけね。目まぐるしいっすよね、サッカーもね。本当、スタメン取って活躍しないと、まあ、プロの世界ですからね。よいしょ。はい、ということで、レデンプションはジョーダン・ヘンダーソンさん。一応、ちゃんとローダーに。
ユーロオートグラフのモザイク。はい。まあ、期限大丈夫なんで。まあ、届きましたら、早めに登録していただけると。で、レギュラーは寄付で、ルーキーと、まあ、ルーキーは、一応レギュラー寄付で、ルーキーの指示なかったんですけど、ルーキーはお送りします。それと、光物とインサートですね。はい。じゃあ、左店長で右お客様。参加します。ワン、ツー。ストレートか、なんか、あれ、ワンペアねえかなと思ったんで、ね。はい。ストレートが欲しかった。というやつですね。そうですね。はい。じゃあ、こちらでお送りします。明日着予定です。ありがとうございました。